寒いな、てか。寒い。はい、ということで、じゃあまずレンチンするかな。まずご飯をレンチンします。2つぐらいかな。寒い。上のジャンパー着てから寒い。寒い。本当、貴族のうちはさ、廊下とかキッチンもあったかいんだろうけど、こっちに暖房効いてないんでクソ寒いですね。バターで炒めるの確かに美味しいかもね。なんかさっきコメントであったけど、バターで炒めますか。うわ、卵一個しかなくね。最悪だ。賞味期限の消えた卵一個しかない。森の卵。ご飯二つ、これこのご飯二つに対して卵一個は少ないよな。マジか。一個しかない。まあでも、ああ、まあいいか。しょうがない。1個は少ないっしょ。まあでもなんとかなるでしょ。もう1個じゃあ。ニンニクチューブをじゃあ入れてみますか。玉ねぎ、ウインナーは多分ないっすね。ないね。そんなものうちにはない。しかも玉ねぎなんかあっても切るのめんどくさいし。よし、まあいいや、これだけでいいでしょう。いや、玉ねぎ本当にないです。ね、あっても気のめんどい。本当に玉ねぎないです。いやー、野菜ないよ。本当にないんだよ。うちはね、本当に作んないから。ほら。ないっすね。いいよ。寒い。 いやだからね、あのね、うちは本当に料理を作らないので基本ないのよ。この素材がないの、料理の、うん、よいしょ。
ご飯2つ温めました。じゃあこのバターで炒めてみますか。バター多めの方が美味しいしちゃって、ちょっと多すぎるかなこれ。まあこんなもんでしょう。これホットケーキの時のバターです。この卵もホットケーキの時の森の卵で、賞味期限も切れてますから、賞味期限12月26日までなんで。そう、バターご飯とか、なんか北海道とかだとご飯にバターを乗せてレンチンして醤油かけて食うらしいからね。それめっちゃうまそう。バターたっぷりっすよ。すげえバターのいい香りが、めっちゃバターの色が、バターの色がついてるご飯に。これ卵1個しかないけど、いけます。え、でもさ、これさ、これ何やってんの、またお買って使ってよ、このクソガキが。これニンニク入れの方がいいんじゃないの。ニンニク入れるとこれバターの風味がさ、汚すんじゃねえよこの野郎。どう思う、これニンニク入れた方がいいと思う。クソガキが。ニンニクどうだ、どう思いますか。このバカ野郎が。ニンニク入れない方がバターの風味が殺されないんじゃない。出てけどんどん、ちょっとこのまま食ってみるか。うん、そんなことよりてめえの選択しろこの野郎。ニンニク入れとく、よさやろうがよ。ニンニク入れますか。悪いっつうのに、ためくんなこのクソガキよ。ニンニク入れます。ひっちらかしゃがってよこの野郎。死んじゃえ早く、うちを出てけっつんだよ。死んだっていいから、死んじゃえから。よさっぺが必要ねえからね。おお、ニンニクの香りが。
こんなバカピンチの野郎、おめえくせんだよ、まあ、してもつけてやれがってよくた野郎が、バカたりが、そんなことよりてめえの洗濯しろこの野郎、人書きが、人やろう、味しようこと人べえ骨を出しやがってよ、カテパテリンってやがるし、金のかかることべえだよ、おめえ、明日に金入れるもか一人もいねえよ、ここに醤油めっちゃこぼした。こんぐらいですか。うまっ。めっちゃうまいやんこれ。何これ。うわ。バターガーリックチャーハン超うまい。何これ。やばい、天才かもしんない。具材なしでこのうまさはやばいだろう。天才かも。できました。具なしだけど普通にめっちゃうまいですよ。今ちょっと軽く食ったけど、しかも卵1個のみなんですけど、バターガーリックチャーハンです。ニンニクのチューブですけど。完成しました。